アグスティン・スタール・スタールの水彩画アグスティン・スタールは、プエルトリコの医師、科学者である。プエルトリコのアグアディラで生まれた。地元で、初等教育を受けた後、ドイツのビュルツブルグ大学とチェコのプラハ大学で学び1864年に、医師の資格を得た後、プエルトリコに戻り、バヤモンで診療所を開いた。仕事の傍ら、自然を愛し、民族学、植物学、 動物学の分野で調査や実験を行った。1883年からプエルトリコの植物の研究録文冊を出版し、自ら調査した植物を世界に広めることに貢献した。一方で、スペインからの独立を熱心に主張し、プエルトリコ自治論者党の党員となった。この党は、スペインと同様な政治体制を保ちながら自治を求めるもので、 この塔に属したことで、サンフアンの自然史研究所の教授の地位を追われ、プエルトリコからも追放されたが、政治形態が変わった後、プエルトリコに戻った。バヤモンで没し、住んだ家は、博物館となった。彫刻家、トマス・バティスタによって、海英大学に共像が作られた。ジャケツイバラカノスタリアやアーゲサンニアスタリ、センナ・ペンジェラ・バリエーション、スタリ、エウジェニアスタリ、 ライニアスタリ、ターントリミアスタリがスタールに、懸命された。エーストルは、植物の学名で命名者を示す場合に、アグスティンスタールを示すのに使われる。ありがとうございます。